ディオニーズ・シュトゥールディオニーズ・シュトゥールは、スロバキアの地質学者や古生物学者である、タウエルン山脈など、アルプス山脈の地質学研究を行った、当時オーストリアのベッコフの教師の息子に生まれた、ウィーン工科大学で学んだ、さらに奨学金を得て、バンスカー・シチャブニツァの工業アカデミーで学んだ、1849年に、フランツ・ヨーゼフ一世によって、 定律地質研究所が設立され、1950年から研究所のメンバーとなった。地質学者、リポルトの下で、オーストリア領域の地質図の制作を行うために、タウエルン山脈の調査を行わない、アルプスの地質、鉱物に関する著作を行った。1877年に、ミカドリッチ質研究所の副所長、1885年から1892年の、 アイダ所長を務めた。1890年に、ドイツ自然科学、アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれ、コテニウスメダルを受賞した。シュトゥールは、植物の学名で命名者を示す場合にディオニーズ、シュトゥールを示すのに使われる。ありがとうございます。